すごいショックだったんですよ。まあね、そうですよ。今でもあれですね、小鈴さんが今話したのはずっと15分、20分ぐらい前に遡って、やっぱ自分の話が関係してきてますね。すいません。あ、いいんです、それ重要ですよ。でも全く一緒だったんで。あの、いや、聞きたい聞きたい。でも僕、そう、小鈴さんはそれに執着しないことで今の旦那さんを得てますもんね。そうだし、あの、それは私が悪かったんじゃなかったっていうのが分かったの。分かった。ちょっと教えて。結婚できたじゃないですか。あ、そういうことね。うん、あ、そういうことね。あ、この人がどうだったか分かったわけじゃなくてね。あ、違う。もう最終的にその人がなぜ私に連絡をしてこなくなったのかは、うん、ぶっちゃけ分かんないです。ああ、いや、それなるほどね。それでいいですよ。うん。なんで私に連絡くれないのとか。いや、たまにあるじゃん、道端歩いてたらその人がなんか奥さんみたいな人とこう子供と一緒に歩いてたら見ちゃったみたいな、だからかみたいな物語が挟まれるのかなと思ったけど、あ、でも一生がなくてもいいんですよ。そう、真相は闇の中なんですけど、うん、それはすごくいいと思う、うん、だから結局その相性の合う人といいタイミングで結婚するっていうのが正しいんだと思うんですね。うん、うん、そうそう、まあ、それをあの、このミルさんは、うん、ちなみに出会いの活動を他に続けておりますって書いてあることは、はい、っていうことはミルさんはそれを分かってるかもしれない、ね、そう、素晴らしい。だからプー、そのサブプールに入れて、放っておくとそうです、ね、いうことです。で、彼がもし仕事が忙しくなくなったら、うん、また連絡来ますから。そうですね。そうそう、はい、ミルさん自分を信じてこのまま突き進んでください、ね、はい、ということでした。すいません、長くなります。いえいえ、はい、じゃあ次ですね、私のプチスピ体験、新しいコーナー、ね、新しいコーナー僕作っちゃったんですよ。プチスピ体験、なんだろう、ちょっとこれまでちょっと自分を振り返ってみると、ネガティブなコーナーが多すぎたなと、はい、偏見のコーナーとか、あと何だっけ、不満のコーナーみたいな、ちょっと逆にそのポジティブなコーナーを作ろうじゃないかと勝手に思って、はい、いや、スピ体験って結構するんだよな、プチスピ体験。別にスピでも何でもないんだけど、例えばさっきちょっと喋ってたけど、はい、僕そのナレーションソフトが欲しかったんですよ。ああ、落札した落札、あ、そうそう、落札した、そう、というのも本の文章を自分が買ってきた本を読むのがめんどくさいので、うんうん、OCR って言って言葉をにするソフトを使って言葉にして、はい、それをナレーションソフトに読ませて、うん、iPhone に入れて聞きながらこう歩くみたいなのをしたかったんですよ。すごい。そうで、ナレーションソフトって2万円とか5万円とかするんですよ。高いですよね。で、なんとか安く手に入れたいと思ってたんですよ、うんうんうん、そしたら、まずその2万円のアプリが3980円で特別安くしてたんですよね。大きたと、このタイミングで、ずっと調べるとこのタイミングだけだと、俺やったと思ったんですよ。僕やった、やった、嬉しいと。そしたら僕はそれ4月1日か2日ぐらいに気づいたんだけど、よく見たら2017年の3月29日までって書いてあったんですよ。だから直前で終わってたんですよ、うん、そこでまたがっかりするわけですよ。じゃあやっぱ2万で買うしかないのか。で、Amazon で調べると1万6000円が最その一番低いなんか23% オフとか微妙なオフ加減とか思ってて、もし絶対安く落札したいと思ってたら、まあ、ある悪いやつかいいやつか、いや、いいやつだと思うんだけど、うん、そのキャンペーン中にたくさんの多分アプリを買ったんでしょうね、うん、そいつが、うん、それを、まあ、7000円くらいでこう出してて、それを落札した時に、うん、これ全然スピじゃないかもしれないけど、うん、俺って結構手に入るなっていう欲しいもの手に入るなみたいな、いや、それぐらいのことが聞きたいんですよ。それぐらいの、いや、それスピじゃないだろうみたいな、いや、でもそのスピといえばスピですねみたいな、そうそう。でもそれも、そのヤフオクで、まあ、その人だけしかそのアプリについてこの時期に出してないんですよ、うん、で、弟に聞いたら多分評価は大丈夫ですよっていう、僕も同じ判断をした評価が下りで落札したんですよ実際届いたんですか？届きました、使ってますもん。あ、もう問題なく、はい、問題なく、いや、問題はちょっとあったんですよね。え、それはあの本って大体10万文字ぐらいなんですよ、本1冊に入ってる文字数がね、はい、でも全部読ませて一気にこう音声にしたいんだけど、うん、それは1万文字ずつしか音声できないみたいな、うーん、っていう問題はあったけど、そこはもういいじゃないかと。それは別にその製品に不具合じゃないですよね。じゃない、そう、その、売ってくださった方は仕様ですね、仕様です、そう、売ってくださった方はめちゃめちゃ良心的で、すごいいいやつ、僕褒めちぎっといたこんないいやつはいないみたいな、そんなスピ体験、どうですか、ありますか？急には振ったけど、
いや私特にないですけど、はい、私思ったのが、うん、博士のこのゆるふわとかプチスピ体験とか、はい、こうネーミング考えるのがすごいうまい。あでプチとかゆるふわってなんとか許される感が欲しいんですよね。そうだったね。そう、うまいなと思ってね、こういうなんてキャッチコピーみたいなのがすごい発想が、あ、ま、褒めるなこの人は。掴んでくるな僕のコアを。いやさすがだなと思って、なんかこう人の心を途絶えるような、うん、やばい、はい、うん、じゃあプチスピ体験皆さんもぜひ送って本当のプチでいいんですよ。わかります。だから例えばなんだろう、電車の中で寝てて、はい、ふと目覚めたら桜が満開だったとか、あそなんかいつも寝過ごすのになんかふと気になってみたいなね、うんうんうん、とかそういうのでもいいんですよ。なんかプチスピ体験、僕はツッコミはそれスピじゃないからってツッコむかもしれないけど、でもそういい感じのやつが欲しいんですよね。また難しいんだけどこれ。難しいです。僕も毎週流すけど。さじ加減が。さじ加減そう、うん。まあでもあれば送ってください。まあでもちょっと引っかかりそうなものがあれば博士が突っ込んでくれる。うん、そう突っ込んだり褒めちぎったり上げたり下げたりしますから。はい。じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあ次は、思っちゃったんだからしょうがない。あ、仕方がない。どっちもいいですね。思っちゃったんだからしょうがない。思っちゃったんだからしょうがないね。これはね、なんかこう、はい、ふと思っちゃうことってあるんですよね。なんで、例えばなんだろうな、最近あの人テレビ出なくなったなっていうのも思っちゃったことですね。私最近やりました、思っちゃったんだからしょうがない。えなりかずきが見ない。確かに、だってしょうがないんじゃないからね。あれどうしたんだろう、えなりかずき見ない。それずいぶん前から見ないでしょ。うん、なんか見なくないですか。確かに、なんだろう、あの渡る世間から見ない。いやそれ番組終わっちゃった。あ、でも番組終わってからちょっと出てたじゃないですか。あ、確かにね。で出なくなりましたよね。そうね、あのなんだっけ、バラエティーとかにも出てましたもんね、うん、なんか司会も。あ、そういうのはいいんですよ。そういうちょ思っちゃったのがしょうがない、そういうことです。でも何でもいいんですよ。例えばなんだろうな、トイレの流すのが、うん、ガバって流すのが、うん、ここのトイレやたら短くて嫌だみたいな。普通ザーって流してほしいね。ギャーンみたいなね、そういうのでもいいんですよ。あ、じゃあ私それだ、あ、はい、だからトイレで思い出したんですけど、うん、あの手をこう振る、振って水を落とすんですよね。はい、であのガーっていう、ヒュッていうか、う、乾燥機ね、あの温風機というか、そう、はい、ハンドドライヤー、ハンドドライヤー、うん、で博士がテッドで20回振れみたいな、はいはいはい、おっしゃってたじゃないですか。言ってました、はい、やりました。どうでした、公共の場で、うん、あのちゃんとシンクの中でこうやってやって、はいはい、そしたら、うん、そしたら本当にすぐ乾いたでしょ。うん、で、あのやっぱり、いや今すごい環境にいいことしてますよ。いや、もう手濡れた状態でびしょびしょの状態でこれに突っ込むのと、そうそうそう、こう振ってから突っ込むのと全然違う。そうそうそう、そうなんですよ。びっくりしました。そうそう、カミツレさんもやったとか言ってたよね。それは素晴らしいと思うよ。ただ心に余裕があって、はい、かつ人がいないっていうすごい貴重なタイミング、ね、でも分かんないけど人が見られてる時でもいい気がするよね。というのもこう手を振るじゃない、はい、まあ10回でおかしいなと思うぐらいね。でそれ後ろの人が見てるじゃない。でその人は多分100回に1回ぐらいの割合でテッドを見るんですよ。分かんないけど一番高いかもしれないけど、でテッドを見た時に、あの女の子環境にいいことしてたんだっていう時の感動ってないと思いません？いや、そのなんか頭がおかしいと思ってたら、うん、実はこのテッドの発表のことしてたんだ、超知的なハイソサイティな人じゃんみたいな。いやー、どうこれ、まあそうですね、OK、次行こう。はい、あ、でも皆さんもよかったらぜひやってみてください。そうそう、ね、はい、じゃあ思っちゃったんだから仕方がない、はい、P さんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、P さんいつも、はい、博士の思っちゃったんだからしょうがないの漢字の話を聞いて私も思い出した。これはね、漢字の話、何の話したんだろう。漢字の話は、そう、あのね、脅かすっていう漢字があるんですか。あ、その話か。それと脅すっていう漢字は同じだと、うんうん、だから困るって話をしましたね、うん、はい、で、渋滞の渋、うん、渋谷とか渋滞の渋、ね、の字はほとんど顔文字、うん、高速道路でこの渋滞の表示を見るとまさしく今の私の顔だと言いたくなります。くだらなくてすみません。顔に見えるこれ、見えるかな。んか怒ってんのか、それとも顔がくしゃくしゃになって梅干し食べたみたいな顔してるのか、どっちか。ああ、分かった。そうですね、なんかむくれてる、むくれてる目がどれ、
目、目がこの下のこの点々の4つの点々で上側の2つ、なんかこういう、ああ、やっぱ怒った顔なんだ、あのへの字口に目が釣り上がってるっていうことか。で、帽子に見えるんじゃないですか、止まれが、止まれが帽子に見える、あ、なるほど、顔に見えてきた、うん、いやでもそんなに顔にしか見えなくもないよね。まあでも思っちゃったんだから、あ、そうそう、それがいいんですよ。これ P さんは正しい、すごくいいとこついてる、すごい、そうそうそう、だから僕はつくもが思っちゃったんだからしょうがないんですよ、仕方がないんですよね、うん、そうそう、これそうだな、顔、はい、文章ね、分かる分かる、ついてますか。で、僕は2つあって、先に話したあれですよね、あ、そうそう、それですね、うんうん、それ以外にありますか。それ以外にあったかな、いや、あのね、結構いろんなこと最近思っちゃってて、次回、次次回もいろいろ回してるんで、ね、あ、じゃあ撮っときましょう、撮っときましょう、面白いネタ、あのストックがあった方が、そうね、うん、うん、そうしましょうか、はい、じゃあ次次行きましょう、うん、こんな風に言われたら嬉しいというコーナーなんですが、ね、これはあの博士がなんか褒め、うん、さっきもあの片思いのところでありましたけれども、うん、褒めポイントみたいなのがあると、うん、そうそう、おっしゃっていて、そうそう、こんな風に褒められたいというのを送ってくださいって僕はいつも言ってるんですよね。そのなんかこうドストライクに博士って本何冊も書いててすごいですねって言われるんじゃなくて、まあ僕がいつも言ってるのはカラオケに行って歌った時に、うん、歌を歌った時にその CD どこで売ってるんですかみたいなことが嬉しいっていう、その憎い褒め方、うん、でそれって難しい、お題を出すのが難しくて、ほぼ今誰も来てなくて、うん、で僕自身もいいアイデアが一つもありません。もう毎回のようにその CD どこで売ってるんですかの例えしかできないっていう。だから、はい、このコーナーやめちゃいましょうと、じゃあもしある方はぜひ送ってください。そうそうそう、はい、はい、じゃあ次にまずメッセージのコーナーです、うん、いよいよ最後に近づいてきましたね、はい、まずコンペイさんからいただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、博士お疲れ様でした、うん、片思いのところがいつも参考になります、嬉しい、褒め言葉だね、うん、博士の動画を見て頭では理解して、理解してもいざ実践となるとどんな風に、はい、どんな言葉でってなかなか難しいです、はい、リスクが高いかもしれませんが実際に片思いのゼミ生使って博士が、検証実験とかできないんですかね、その時には私がサンプルとして提供します、かっこ笑い、次回も楽しみにしています、いつもお使いのところありがとうございます、そのことです。検証実験ってしかもそれを例えば YouTube とか流したりするんですよね。そうですかね。難しいと思う。あの以前、はい、ある連載をしてて、ある雑誌の連載の企画が持ち上がってて、はい、それが、こういうふうな、社員の一人が、片思いをしてて、うまくいくまでも連載していこうみたいなのがあったんだけど、はい、でもいろいろ考えると相手もいいことだし、うん、それが YouTube で流れてるって結構やばいことだみたいな、 YouTube というかまあ連載でね、うん、だからなしになった。そうですね、うん、だからね、これはね、難しい、コンペさん。なんかでも、前博士、うん、自分の理論が正しいかどうか確かめたかったから、うん、なんかこう、実験してたっておっしゃってませんでした。そう、個人的にはできるね。ね。で、なんかそれね、今でも僕はあの、お金持ちと力のある人が好きなんで、うん、そういう人の友達が何人かいて、はい、まあ、一昨日も相談に乗ってて、はい、そうしたら力のあるお金持ちなんですけど。そういう人はもう実験してます。もうな、実験っていうか、単にコンサルに乗ってる。ただね、自立しないんだよ、そうすると。その人は僕の言う通りにして結婚もできたんですよ。はい、まあかなりね、あと辛いんだよね。あ、僕も一緒に辛くなっちゃうんですよ。というのも駆け引きで突然、うん、まあ、沈黙とか始まるじゃないですか。うん、でそうすると、またその人から、彼から連絡が来ません。本当は私のこと忘れちゃったんじゃないでしょうかとかいうのが来たりとか、夜中とかにね。うん、まあだからそれは鬱陶しいというか大変というか、うん、でまあ、それは人の心は 100% コントロールできるわけじゃないんで失敗することもあり得るわけですよ、はい、で それは責任がないと言いながらも責任感を感じちゃう、責任感を持っちゃってるんで精神的に苦痛なんですよね、うん、だからコンペイさんがお金持ちの力がある場合はすぐに僕のところにあの、はい、はい、だそうです、はい、コンペイさん、あのぜひね、博士にそうそう相談してください、はい、直接あの友達ですって言えばお金と権力があれば何でも、うん、はい、じゃあ次行きたいと思います、はい、リルさんありがとうございます、こんばんは、動画を拝見して勉強させていただいています、はい、GTT についてです、はい、この言葉を今まで聞いたことがなかったのですが、はい、偶然似た方法で、職場のデスクワークのトゥードゥを整理して、
これ遂行ですか。そうですね、遂行するようにしていました。この GTD っていうのは知ったっす。ゲットシングスダウン、ゲッティングシングスダウンかな。ゲッティングシングスダウン、ダウンね、D-O-N-E ね、うん、そうそうそうです、はい、でこれは、はい、前も言ったんだけど、はい、自分人ってなんかトゥードゥなんかしなくちゃいけないっていうのをなんかリストにしたりしてます。一応してます。してますよね。で、人ってその目の前にある大きな問題とかやりたいこととかやっちゃうんですよね。でしかもそのことが頭にあると他のことが 手につかなくて頭がなんつうかないつも散らかった状態になっちゃってるんですよ、うん、なってるんだと。でもそれを避けるために、もう思いつくことは全てまず記録するんですよ。何する何する、うん、しなくてもいい、何かする何かするって100個ぐらいあったら100個ぐらい書いてもいい、うん、で、まあ書き出すんだけど1週間に1回ある時期に整理整頓するんですよ。これはやるべきだやるべきじゃないっていうのを理性で整頓して、うん、あとは何も考えずに、重要な順番にすべきところでやるだけっていうふうに、とにかく頭を整理整頓して、空にしてすべきことに集中できるようなトゥードゥのやり方なんですよ、うんうんうん、でこれ一時期流行ったんですよっていうのを前回言って、うん、はいってやった時に、はい、で、トゥードゥの整理整頓、ビルさんはその職場で似た方法でデスクワークのトゥードゥを整理していましたと、うんうん、で職場の先輩から伝わってきたトゥードゥの整理方法だったので、うん、元は GTD の慣れ地なのかもしれないですね。間違いなくそうだろう、うんうん、確かに1日単位のトゥードゥ整理に使うだけで、うん、バーティカル手帳で管理するような1ヶ月ごと視野1ヶ月ごと視野くらいの横軸でのプロジェクト管理に使おうと考えたことはなく、うん、長期管理とは切り離された離れ小島みたいな独立した使い方です。そうですね、うん、そういう機能を絡められたらプロジェクト管理のノーストレスがかなり軽減されそうですということで、うん、なんだろう、はい、どうやって自分のタスク管理とかします？私はメモ書きっていうか手帳に書いちゃう感じです、うん、でも書くと例えばその後で考えたらそんなにやるべきじゃなかったとか、はい、あるいは締め切り間近で急にこれやらなきゃと気づいたりとか、そういうなんかなんだろうな、本当に私機能的に動いてるかしらとか気になったことない。私はなんかすごいアナログなんで、うん、昔は2Do の iPhone 使ったんですけど、はい、この3つで全て終わる。3つのペンで、これそう私が使って色ペンと消えるペン、消えるペンね、消えるボールペンと三色ボールペンと、はい、太い黒ペン、黒いペンね、ああフェルトペン的なやつね。そうそう、それでできるんだ。それどう使ってるかっていうと、うん、消えるボールペンでまずやらなきゃいけないことをブワーって書く、一回書き出して、はい、であれ GTD っぽいぞ、必要ない時は必要ないなって感じたら消す、うん、でカラー次に本当に消えないボールペンで、うん、本当にやる次の日とかにやらなかった、うん、やることを今度もう一回消えないやつで、はいはいはい、で仕事は青、うんうん、で とにかく急ぎて絶対やるやつは赤、うんうん、って決めてて、で成し終えたらこれでスッ、ああ消すんだ、気持ちいいから、ああ上がる、すごいな、それ本に出しそう。嘘、本当ですか？タスク管理は3つのペンでできるみたいな。皆さんもぜひやってみてください。すごいね、それ。これ私これないと生きていけない。すごいな。でもさ、僕が思っちゃうのは、僕多分ね、将来ゴミ屋敷に住むんじゃないかって仮定を持ってるんだけど、うん、やらなくてもいいとこ消すのが辛いんですよ。やらなくてもいいことと、はい、やった方がいいこととかあるじゃん。例えば、はい、例えばなんだろうな、これまで読んだ本の、うん、整理整頓するみたいなことって、うん、やってもやらなくてもよかったりするんですよ。でもやってもいいことだったりもするんですよ、はい、そうするとその消せないんですよ。なんか消すのが怖いっていうか、私なんかそういうやつは別にしてます、うん、別の手帳にして、ああそれ、あ、だから決して別の手帳に書いたりしてるんだ。手帳の裏側っていうかその、うん、末尾のページにそういうページを作ってる、はいはいはい、そこになんかこうメモランダムっていうか、こうなんだろうな、うん、うん、思いつき的なやつを、例えばすっごいこ超個人的なんですけど、はい、いつかチャイナ服をオーダーで作りたいとか、うん、あそうね、そ消したくないもん、消したくないじゃん、わかるでしょ、いつかやりたいけど別に今じゃないみたいな。確かにあるわ。そうすると細かくなっちゃうけど、まあ、僕いつも最近そういうことばっか考えてるんで、そうするとね、後ろのそのメモランダムっていうか、その最後の末尾のたくさん書くことがめちゃめちゃ膨大になってくるんですよ。そうすると困るなっていう。でこの GTD の人を消せっていうんだけど、ゴミ屋敷に住むような僕にとっては消せないんだよなっていう。
なんかその消す作業がなんでこのケールボルテを使ったかっていうと、はい、消す作業が簡単なんですよ。そうね、消せちゃう、ね、でカスも出ないじゃないですか。出ない。消す作業にストレスを感じないようにすれば割となんか、いやそうね、消すのはなんで嫌かっていうと、例えばチャイナ服をいつか着たいとするじゃないですか、はい、それを二度と思い出さなかったらどうしようと思っちゃう。そうそうそうですよね、うん、まあいいか、次行きますか。まあでも、うん、そう言われたらもう博士はもうあれですよ、別の別のそれを持ってちょう。いやだから僕はね、インターネット上にそのムニフォーカスっていうのを持ってて、うんうん、ものすごい膨大な、そうどうでもいいことがいっぱい書いてあるんですよ。でも天才肌の人ってそういう人多くないですか。またお前褒め、うん、こらお前って言って、またそういう褒め方する。いやいやいや、ちょっと一応私ほら博士の有能なアシスタントとしてはそこを褒めポイントついていく。いやでも、でも本当にあの褒めてるとかじゃなくて、なんかこう天才系の人ってこうなんかアイディアが、天才系の人ってなんかアイディア膨大みたいな。そうそう、そういいこと言ってる。あるある。なんかあの机の上が汚いで検索すると、ザッカーバーグっていうあのフェイスブックの社長と、スティーブ・ジョブズとか、うん、エジソンとかそういう人がいっぱい引っかかってくるんですよね。そういうこうなんか、ね、ゴミ屋敷的な、そこからバッと浮かぶっていう。私実は前働いてた某企業の、はい、あの CEO の人が、はい、私秘書やってたんですけど、はい、すっごい汚いですよ。あ、整理できないです。あ、それだ。でも、うん、すっごい天才なの。おいおいおい。その CEO を褒めてる、間接的に僕褒めてるみたいなやめてください。でもだからそれ分かる。めっちゃ当たってると思う。そう、ね、そうか、うん、そう。だから今度コーナーでやろうかな。そのどうでもいい、あの僕のリストに入っているどうでもいいやるべきことみたいな。消した。あ、うん、あ、でみんなでそれあの、いやこれはとか言う、そうそうそう、言うとか、すごいつまんないのがあるんだよね。前にそれ、はい、いいかも。はい、はい、じゃあ GTD についてでした、ね、うん、まだもう一個あるの。 GTD はね、あ、もう一個あった、ごめんなさい、うん、エリさん、はい、いつもありがとうございます。博士今回もありがとうございます。GTD の近況、私もよくいるのですが、これはやりすぎると神経症になるので、あえてしない時も作ります。あ、なるほどね。気持ちに余裕がなくなり、人に批判的になったりするので、精神安定のために GTD するときとしないときを作っています、うん、これについてはどう思いますか。これはあれかな、自分を厳しく管理すること自体で疲れちゃうってことかな。うーん、あ、僕もありますよ。だから続かないんですよね、うん、ある時急にやめたくなっちゃって、うん、でもこんな風にエリさんみたいに、うん、意図してやめたりとかやったりとかできなくて、うん、いつの間にかしてないときが何週間も続くことがある、うん、忙しすぎて。すごい分かるなと、うん、なんかあの主人とかに、うん、あの、あ、私まだこれもしてない、これもしてない、これもしてないから、うん、もう疲れちゃって嫌だからやってよとかすごい言っちゃう、うん、やってよって何、そのトゥードゥーを、そう、代わりにやってるの代わりにチャイナ服みたいな違くて、じゃなくて洗い物もしなきゃいけないし、洗濯もしなきゃいけないし、うん、であの自分のこともやらなきゃいけない。洗い物を全部書いてるの。いやいいですよ。洗い物書いてないですけど、違くて自分のトゥードゥがあるじゃないですか。ある。プラス私はちょっと家事をしてるじゃないですか。はいはい、素晴らしい。最高ですね。うん、ちょ、まあ、主婦として、ね。主婦として。うん、なんでその自分のトゥードゥにこう支配されて、はいはい、リストがあってあるから、はいはい、その家事ができないってなっちゃって。はい、あ、そういうことか。追い詰められて、はいはい、旦那さんにちょっともうやってよとかすごい辛く批判的になっちゃうじゃないですけど、あ、分かる。それ GTD の逆効果になっちゃった。あ、なんかこう自分を追い詰めてる、ね、うん、こんなにいっぱいあることがあるんだ、ね、あ、そうそう、だからこのエリさんがおっしゃってる気持ちに余裕がなくなり人に批判的になったりする、精神安定のためにっていう。そうか、でもこうなんかトゥードゥがないと急に昨日締め切りだったんですけどみたいなことが現れちゃうんですよね。だから難しい。すごいエリさんの気持ちわかります、ね、うん、はい、次の、はい、で同じくエリさんなんですけれども、あります、うん、質問のコーナーの職場でも5つの、あ、すみません、質問のコーナーなんですけど、職場でも5つの距離はありますか。これはね、あの説明します。これ前回のとエリさんがおっしゃっていて、前回質問のコーナーで職場で全然どうでもいい人がいるじゃん、見ました。それでにも5つの距離はあるんですか、はい、っていう質問に対してですけれどもってことですね。あ、で、あると思います、はい、で、リスクがあるので男性側から来ないだけです、うん、
職場では些細な行動も見られているので細心の注意が必要です、はい、私は職場で、3以上の維持に入らなければ、他所他所かな他の場所でも他の場所でも位置向上は難しいと考えています。これは本当にあのハイコンテンツの内容ですね。ハイコンテクストの内容です、ね、あの知ってる人しか分かんない文章です、ね、そうですね、待って、職場では些細な行動も、はい、補足しながら喋っていくと、はい、そういうふうな職場でどうでもいい人とか、まあ、別に恋愛感情とかない人、そういう男性たちも、うん、女性たちを5つの距離で見ていると、うん、まあ、体の関係を持ちたいとか、うん、あるいは付き合いたいとかどうでもいいとかって見てるんだって A さんは言ってますね、うん、で職場では些細なその女性あなたの行動も、はい、男性たちに見られているので、うん、最新の注意が必要ですと、うん、私は職場で3以上つまり、うん、体の関係を持ちたいとか付き合いたいとかあるいは結婚したいぐらいの位置に入らなければ、うん、他の場所でも、そういうふうにこう高い位置になるのは高い位置というのは持てるようになるのは難しいと考えていますって感じなんですね。これどうですか。いや、なんかエイリさん意識高いな。高いですね。で僕ねこれちょっと反対なんだよな。まず、はい、そんなに、はい、一人一人の女性に対して、うん、体関係を持ちたいとか付き合いたいとか別に分けてないと思う。まあ、そういう話題になればしますよ。あ、まあ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 、まあ、でも実際にはその女性がアプローチしてきて初めて、うん、いやそれは付き合うのはちょっととか、うん、あるいは男性が女性を落とす時ってあるんですよね。視線を合わせたりとか、はい、その女性に対してね、はい、あるいは LINE 送ったりとか、はい、それも、5つの距離を測ってるわけじゃないんですよ。あ、でも近づいてきたら LINE が返ってくるようになると、あ、ちょっと待ってっていうところで距離が決まるんで、うん、そこまで考えてないと思う。まあ、ただ突っ走るぐらいの、まあ、3以上の距離4とか5とか3とかの距離になると熱烈にアプローチすることはあるけどね、うん、っていうのはあると。で他の場所でも位置向上難しいって考えてるって言うけど、うん、場所によって価値ってやっぱ全然変わっちゃうんですよ。そうだから職場で全然価値がない女性でも、うん、婚活結婚相談所では急に価値が高まったりとか、うん、あるいはあるカラオケサークルではすごい高まったりもするんですよ。なのでこれはエリさんにも反論したいので、そうですね、さらに反論があるの聞きたいけど、いや、うん、私は博士のおっしゃる通りだなと思っていて、うんうん、ですね、嘘でしょっていうような人がモテたりするんです。そうなんですよ。それはあるの で、うん、で私は正直職場にいた時は、うん、多分そんなに仕事できる方でもなかったですし、うん、はいはい、事務仕事とか、はい、うん、でもまあ、今までなんとなくやってこれたし、はい、それはやっぱり環境があると思う。そうね、環境との相性がありますよね、うん、そこの環境では急に魅力的に見えたりとか、うん、あるいは仕事ができるできないも環境で変わっちゃったりしますよね、うん、で女性がこう思う可愛いこと男性が思う可愛いさも違いますし、はい、うん、そうですね、うん、その職場至上主義になる必要は特にないかな、うん、って気がします。そうね、確かに職場では適当な服を着ていて、うん、そうそうそう、アフターファイブに、アフターファイブという昭和の言葉かもしれないけどでも通じます。通じる。アフターファイブからバリバリ決めていくのもありだと思いますけどね。そう、クラブでモテちゃうとかね。そう、なんか職場ではそんなにだけど、うん、なんかニーズはやっぱりある場所に行けるかっていうのもいる。だからもし、まあ、これ我々が一方的にエリさんに言っちゃってるんで、エリさんはそういうことじゃないんだ、うん、私みたいな、ね、そうですね、うん、それぜひ聞きたいね、ですね、はい、次いきますか。はい、うん、T さんからいただいて、これはメッセージの途中からここに書いたんですけど、はい、だから話は変わりますが、ありがとうございます。私のインスタグラムを拝見しました。見ていただきました、はい、ありがとうございます。ただ完成度高そうとか可愛いとか思うんですけど、コスプレって多分2次元のキャラに3次元の人間がどれだけハマり込んでいるのかというのが見どころの下と思うのに、オタク文化にあまり馴染まずに今まで生きてきたせいで元ネタが分からずで楽しみきれてないような気がします、はい、今から勉強するにも奥深そうで…はい、そこで国民的人気アニメでコスプレをしてもらえたらと思いました。コスズラビさんの童貞を殺すサザエさん、童貞を殺すしずかちゃん、これはどうですか。これが見たいですね。ダブルクォーテーション勉強しました、はい、どうですか、ですね、うん、これはおっしゃる通りでですね、 P さんみたいな人